いどうも、ビッグマドラマーのウィッサンでございます。初期間超スーパーウルトラミラクルタイガータイガー、スペシャルゲストに来ていただきました。なんとストレイテナードラマーの中山新平さんです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。もう僕からすると大事件でございますよ。本当ですか？はい。大先輩ですし、うん、まあ、そもそもじゃあなんで今日が叶ったのかというとですね、うん、先日私、ビッグママのドラマーとしてフェスに出演させていただいた際にですね、一緒のフェスにストレイテナーさん出演されていて、うん、そこでね、ご挨拶をね、そうそうそう、初めましてでしたけど。いや、どうしたの？バケツかぶってね。そんな絡みでしたっけ、ね、どうしたの？どうしたの？何それ？うん、隠しないよ。まあ、それがぶっちゃけ、この撮影の、まあ、2週間前ぐらいですか。びっくりするぐらい流したな。あとにしとこうね。そうなん、俺が怒られるからね。いやいや、そんなことは。俺が怒られるから。超自由に、なおかつ、お互いの、まあ、ここでしか聞けないようなね、深いところまで掘り下げたいですし。もう触れちゃダメなとこは、俺は。さっきちょっと触れかけましたけどね。撮ったとか撮らないとか。ああ。一応設定あるんですから。撮れないもんね。はいはい、はい、規制されてるんで、うん、そのまま新幹線乗っても知ってるわ。大丈夫。そうだぞ。でですね、まずは一問一答形式でパッ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 と質問に新平さんにも答えていただきます、うん、僕も答えます、うん、よくあるよくあるやつ、みんな100問ぐらいやってる、ね、そう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 、それをまずはやってみて、うん、はい、その後さらにさらにまあフリートーク、うん、お互いを掘り下げるトークに行きたいと思います。はい、というわけで、行ってみましょう。一問一答。ドラムを始めたきっかけは？モテたいから。堀江敦史くんと同級生だったから。ドラムを続けている年月は？はい、15年。ちょっと待ってね。あ！ 30 年。おお。自分でびっくりした。影響を一番受けたドラマは誰？畑敏樹さん。あー、中村達也さん。ドラマーとしてのポリシーを一言でお願いします。ハートを褒め。音楽の話しない。ドラム以外にやりたい楽器パートは？ギター。ボーカル。好きな食べ物は？エンゼルパイ。ハンバーグ。今の速度めっちゃかっこ悪いね。めっちゃいいですか。最近のマイブーム。腹筋ローラーをする。エイペックスレジェンド。幽霊は存在すると思いますか？いません。います。好きな動物は？キツネ。これは難問ですよ。犬。最後に今後の目標を教えてください。チャンネル登録者数10万人。タワマンに住む。はい、ありがとうございました。質問ここまででございます。ちょっと気になる回答いっぱいあったので、そうだね。お互いちょっと引き合っていければなと思います。そうね。歴が30年ってことになるんですか？ね、中1の時に、はい、あの、ヤマハポピュラーミュージックスクールに通ってきたんですよ。なるほど。うん。だから13歳じゃん。今43歳。30年で、俺そこで気づいた。それはやっぱきっかけもさっきおっしゃってた、その同級生だったから誘われてっていうこと。ね、あのね、仲間内でバンドやろうぜっていう話になって、じゃあ俺ドラムやるっつって。ドラムをご自身でチョイスしたっていうなんか理由とかは、うん、なんとなくなんとなくだね、なんか打楽器好きだったから、ね、あの、音楽のさ、授業とかでもさ、ティンパニー一人だけ叩けたりするじゃん。はい、あれなんかティンパニーだったら楽しいっすよ、うん。僕もなんか、音楽の授業で、小太鼓できる人オーディションがあったんですよ。うん、で、打楽器の中だと、ちょっとなんか花形だったんですよね、小太鼓が。うまいしね、あれできる子は。そう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 。で、結構倍率高くて、オーディションみたいのがあって、うん、僕、その時に落ちてるんですよ。ああ、なるほど。下手で。そう。で、めっちゃ、だからそこで初めての挫折味わってるんですけど、それでも、プロドラマーになれるよ。すごい悔しかった。原体験として。原体験として悔しかったし、もうめちゃくちゃ緊張して。そう。本本先生がこうテンポを叩いてくれて、うん、それに合わせなきゃいけなかったのに、ヨレヨレになって。ここしか見てないんだよね、もう小学校の時から。そう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 。自分の。ドラマーとしてのポリシーなんで、あ、僕はハートを褒めるでしたけど、あ、ドラムの話をしないって言ってた。
音楽の話なんですね。どういうこと？いやもうなんか難しくないドラマーの方って結構分かれるなと思って、なんか結構なんかチューニングとか、うん、楽器とか、うん、ルーディメンツとか、うんうんうん、っていうかすげえ詳しい方と感覚派の方、うん、結構分かれるかなと思います。僕も新平さん派でしたね。うまいじゃん。いやいや何言ってるんですか。うまいって言ったじゃない。うまいじゃないですか。うまくない。俺はもう全プロドラマーの中で一番下を支えてると思うけど。何を言ってるんですか。みんな俺がいるから大堂々とドラマに名乗れるでしょ。でこれ真面目な話すると、ドラマーとしての僕の新平さんの印象は、めちゃくちゃいい音鳴らしますね。音はね。もうライブでももちろんそうだし、うん、ライブの映像でもそうだし、うん、音源でもそうだし、うん、明らかに音が違うんですよ、新平さんの音は。まあ、俺たちやってないからね。なんで泣いてますよ。だから、なんかそれって絶対、なんつうんだろう。もう技術とかテクニックもそうなんですけど、うん、なんか、やっぱ人として出るのが大きいじゃないかなって。うん、特に、そう。バンドはね。そう。だから、まあ、結構唯一無二だなと思って、でも僕、なんかそれこそ、もう何回かお会いしてますけど、ドラマトーク全然したことないじゃないですか。だからほら、俺のポリシーだから。だから僕、めっちゃチューニング職人なんだろうなって僕思ってたんですよ、勝手に。チューニングなんかもう、本当の本当にここで言って申し訳ないけど、ほぼローディー任せですよ。なるほど。いや、僕もそうなんですよ。でも、それなんだよ。ドラムって難しいじゃん。音を鳴らすとこもドラムだし、はい、そのルーディメンツじゃないけど、はい、そういうかっこいいフィルを叩くのもドラムだし、そうですね、うん、そこにのすごいこう、おのおののさ、ポリシーがあるからさ。そうなんですよ。うん、ほんと詳しい人とかね、うん、もうなんか、ネジ一つまでこだわったりさ、うん、スタンドの種類までこだわったりさ、スネア何個も持ったりするしね。何個も持ってたり、うん、楽器の種類とかメーカーとか年代とか。うん、まあ、結構沼というか、なんですよね、うん。僕は全く。あ、そうなんだ。俺そっちの人だと思ってた。いや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 、うん、フレーズとか、うん、叩いてる時のなんか気持ちを込めてそれが伝わる感じとか、うん、自体が好きで。じゃあそこ近いかもしれないですね。意外とね。おお、うん。最近のマイブームなんて答えられました。これはエイペックスですね。僕はゲームで言うと、スマブラ大好きで、うん、サブチャンネルで配信したりもしてるんですが、これがここに来た理由の一つだよね。だから親っていうかもうそれっすよね。うん、すごくビスタン、俺さ、エイペックスゲーム配信してんだけどさ、ビスタンエイペックスやんないの？ていうかゲーム配信とかやってないの？ YouTuber などやってますよ。これがだから最初に言った、そのね、フェスで挨拶させていただいたときに、そこでちょっとこう話が。ね、3言目ぐらいに言ってたもんね。そうそうそう。おぉ、コラボしようよ。から、でも一応ちょっとドラマとして対談しとくみたいな。そうそうそう。ね、こっちがついでみたいな。新平さんのそのじゃあ、チャンネルの話も今しちゃってもいいですか？なんか後の方が。後にしましょう。一番なんか、集中して考えてらっしゃったのが、うん、好きな動物を何で、一番時間かけて出た答えが、うん、犬。熟考の末ね。熟考の末。もう頭の中でものすごい取捨選択があったよ。動物って基本さ、はい、もう8割9割可愛いじゃん。はい、もう僕も大好き、ね、選べない。アルパカ、カピバラなんかもさ、あのクワッカワラビーとかもさ、あれじゃクワッカラビー、クワッカワラビー知らない？わかんないです。ワラビー、クワッカワラビーは世界一幸せと言われているワラビー。これね、もう画像検索すれば一発で分かる。ここに出しますよ、クワッカワラビークワッカワラビーでしょ。これ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 、同じので、ね、今ここに出てるでしょ。これ出てます。かわいいでしょ、これ。笑ってんじゃん、だって。笑ってんだよ。これ。ほら、かわいいじゃない。ほんとだ、好きな動物は何ですかでさ、決勝まで残るじゃんか。残りますね。残るでしょ。もう、泣く泣く、僅差の判定で、犬。まあ、僕、キツネって答えましたけど。あ、そうだね。結構片思いなんですよ。なんか、キツネって、すごい気性が荒くて、飼うのが難しいらしくて。でも飼われてる子もたまーについて出てくるよね。そう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 。だからいつか
狐村行きたいんですよね。狐村っていうのがあって、うん、狐村のロケにも行こうかな。行きたい。絶対に嫌われる。やばいっすね。で最終的にはどうしようね。どっちにしようね。これ怒られそうだったらこれもうピーって入れといてね。動揺を隠せない先輩。よろしくお願いしますって言うことだけだね。いやこちらこそ強く言っときたい。